おっときた、まずい、おっ、じゃ、わ、魔法鉄球を使った、かわいいどういうことなの、ブレイズ的なやつやん。ちょっと待って、カミーラ思ったよりいいやん。ちょっと待ってくれ、レベル4シャーマンいっけ。うわーこ、すげえ、めちゃくちゃ強いやん、かっこいいし、カズン来たな。ほんでよ、ちょっと待って、ミック君はこっちからシャーマンを攻撃、倒せ。待て待て待て、あ、祈りの杖ラッキー、おいしい。いや、そんなことよりもよ、2回攻撃、ほらやっぱりな、予想してたんだよ。ほへー、いってて、生きるか、いやまずいぞ、完全に脳筋かと思ってたんやけど、そんなことなかったでござる。マキー、さて攻撃だ、カミーラに攻撃、おらっしょ、避ける、かわいい。ちょっと待って、左手かわいいやん、かわいいのつけてるやん左手。カミーラいいね、ちょっとオーラを、オーラ力を、わ、防御力がないね、防御力がないのか、うちが硬いのか、じゃあ防御力がないのか、うちが強いのかよ、何を言っとんの。ガイアン中心にオーラ、ふう、ルド君下がらなきゃね、殴られたら死んじゃうよ。サポートのが良かったのかな、いけ、いいぞいいぞ。ちょっとカミーラさん可愛すぎんよ。でまた一旦に2回行動やから、このターンで沈めないと結構厳しいと思うんです。頑張ってこのターンで沈めようと私は思ってるんです。いいよ、今攻撃力高いメンバーがすごい囲んでるわ。終わったな、次のターンで終わり。ジャジャが来たー、これが本当の脳筋、魔法なんかに頼ることは許されん。来た、余裕だったな、囲んでボコボコだ。キャラバンは危ないから、私の負け猫をナスカーシップはくれてやるよ。カミーラはスカイオーブを取り出した、めちゃめちゃええ子やん。それはスカイオーブといって、それさえあればナスカーシップを飛ばせるのさ。持っておいき、めちゃめちゃ詳しいな。ナスカーシップを使ってグランストーンに向かうとき気をつけるがいいさ。めっちゃええ子や、仲間にしようぜ。ゲシップのことだから、きっとプリズムフラワーを使って、お前たちに。プリズムフラワーって何？そこまでだな、カミーラ、お前の役目も終わりだ。俺たちに経験値を与えて、そしてナスカーシップを渡してくれる。あーあー、ゲシップ、私を。グッ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 、その通りだ、すべては計算済みさ。スカイオーブを渡すところまで計算済みだったのかな、このジジイは。ああ、測ったね。ああ、ゲシュ。測ったな、シャア。なんと向かい。これが悪魔族の掟なのですよ。私に逆らいやがっていい気味だ。皆さん方、ついに船を手に入れたわけですね。よろしい、おいでなさい、我がグランストに。私は一足先に行って皆さんの歓迎の準備をしておくことにします。うわぁ、ゲシップってやつ、いけすかないな。悪役してるね。それにカミラが言っていたプリズムフラワーってなんだろう、古代兵器かな。わからん、わからんが、ゲシップがそれを使って何かをしてくるらしいな。古代の花だよ。古代の花じゃと、なんじゃそれは。古代の国は護身用にその花を国の周りに植えていた。一体どういうものじゃ。答えようがないな。行きましょう、アストラル様、行ってみないことには分かんないさ。そうやね、ボイよ、行こう。ナスカーシップにスカイオーブを忘れるでないぞ。ああ、スカイオーブー、ナスカーシップか、そこに入れるんやろな絶対。どうも皆様、ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォース2イニシエの封印実況していきたいと思います。行くぞ、ナスカーシップへ、ということなんで、多分ね、ここにスカイオーブをパチって放り込めばいけると思うんですよ。
界を呼ぶと。違う。え？おっと、まさかのドラえもん方式。そして地下にこのような、あーちょっと待って、一回外見てみようよ。行けるとこないのか。ないわ。じゃあ入るか。お邪魔します。宝箱があるよ。そして全員勢揃いじゃないか。わ、多いな。うちの軍こんな多いんやな。もう終盤やもんな。ほんで全員仲間にしてるはずやからやもんな。とりあえず調べるぞ。あっと、マジか。ナスカキャノン。古代兵器来た。どうなってんの？ナスカキャノン。装備できる？できるわ。マッチーに装備させて前作のライルみたいにするか。でも一番似合うのは、間違いなく、ロイド。ロイドに装備させるか。ほんでよ。めちゃめちゃおるぞ。一応全員に話しかけるかい？右上から行くか。どうですか？怖いですかね？凄みをつけてるんだけど。これ聞いたことあるな。本人と同じセリフだな。ねえ、グランストってどんなとこ？私って田舎生まれじゃない？都会に憧れるんだな。へえ。へえ、マッチ田舎生まれなんや。田舎生まれの子もいいと思うんすけどね。別にそういうコンプレックスとか持たなくても。首をすっぽんすっぽん、避ける練習してる。すっぽんすっぽんかみ。キウイはね、避けなくていいよ。うん、その熱い胸板で全てを受け止めてくれればいいと思うよ。ジッポだ。これ聞いたことあるな。投げナイフは俺の得意技。こうして持ち帰ることによってスピードが上がるのさ、せい。今はもう投げナイフじゃなくて剣だけどな。戦いにおける兵法とは。うーむ、やはりハウエル様の教えはとても勉強になるな。これ聞いたな。みんな聞いたんじゃないの？勝手カブトの方締めや。僕も締めるぜ。あれ、ほっかぶれ締めちゃった。これ聞いたな。絶対聞いてるわ。ジャジャのやつってさ、本当に気が多くて参るぜ。みんなにちょっかい出してら、ちょっかい出してるの？斧でちょっかい出しちゃダメだろう。どんだけ血が好きやねん。ジャジャのやつ許さない。あいつがいたずらするから力いっぱい殴っちゃった。ええー、よ。サラちゃんに殴られるんやったら、ジャジャも幸せやろ。剣を自由に操れるのは、ボーイと僕ら超人族さ。次の戦いでも剣をうならせようぜ。みんな聞いたことあるな。ほんで今、ジッポも剣使えるからね。僕たちケンタウロス族は戦いの主力だから絶対に気が抜けないぜ。かっこいいね。もう薄い。喋ることが薄いんよ。空からの敵がやってきたら、僕らに任せておいてくれ。この弓で倒してみせるさ。ポルポル君は外すからな。こっちは？あ、エルリック、かっこいいよね。でね、ずっと気になってるんだけど、キャラの左側に全角スペースが一個あるのは何なんだろう。これだけケンタウロス族が多いと、ありがたみが薄れてしまいますけど。薄れますけど、毛並みは私が一番でしょうかね。うん、一番かっこいいもんな。でももうペガサスナイトやからね。動かせるペガサスナイトは君だけだから。冒険に参加したからにはどんな戦いにもおじけないわ。次の戦いに早く行きましょう。どうしたん急に。血に飢えとるやん。で、古代人の技術はすごいの。乗り物に乗って移動じゃから快適この上なしじゃわい。だいぶトゥクトゥクみたいな感じやけどね、君の乗ってるのは。最近の若い者たちは一体何を考えているのか。年のせいかついていけない。パイパーたちはね、時間止められてたからね、その間にいろいろとポケベルとか終わってるんやろうね。ブラボーブラボー、トクラー、酒さえ飲めりゃ最高だぜ。酒と戦いは我が人生よ。彼はね、彼はドワーフはすごいよね。ほんとなんか血と遊びみたいな感じやな。で、フェニックスという種族は戦いにおいてもとても有利だね。倒されても生き返るし、境界いらずさ。これお前聞いたね。でもうちの軍は今のところ奇跡的に誰も死んでいないので。ボイヤ、出陣の支度は。ちょっと待って、ごめんね。で、こいつよ。この辺は絶対話してないから。出た、ガイアン。ガイアンさんよ。我らドワーフ族の者たちは頑丈な体をしているから、先陣を切らせてもらおうか。いや、ジャジャがおるからな。ガイアン柔らかいからな。そしてこいつよ。あー、楽しん楽しん。何もしないで飯が食えるなんて、こんなに気楽なことなら働け。ファルコンはダメだな。
なんとむごい悪魔族どもめ。私の怒りは神の怒りも同じ。法力で戦いましょうとも。なんじゃそりゃ。門閉めるからやで。かわいい。最近出番がちょっとね、なんか活躍できてないからね。頑張ってもらおうか。リンダ。ミトラ様ってお若いですが、ずっと昔からああなんですって。一体おいくつなんでしょうか。53万歳。神様ってやっぱ年取らないんだろうね。僕が大きくなってるもんだから、ずいぶんびっくりなさったでしょ。僕だって驚いてるんですよ。すごいよね。すごい大成長を見せてるもん。成長きた。悪魔に取り憑かれた者は知らない体になれるとか、あのまま取り憑かれてればな。そうやな。ヒギンズはそういう能力がないともうこの先やっていけないと思うわ。軍を抜いて弱いもんだ。戦いはいつでも恐ろしい。でも地上の平和を守るため死力を尽くして戦いますわ。ジャネットには頑張ってもらおう。最後まで頑張ってもらおう。ほんでここよ。いたわ。バッカスだ。コックピットにスカイオーブを置くと筆を動かせますよ。任せろ。ここに使うのか。スカイオーブ。行くよ。ボーイはスカイオーブを台にはめ込んだ。来た。ナスカシップ。あわ、船が揺れ始めたぞ。君は飛んどるからよくわからんやろ。うむ、一体何が始まるんじゃ。そしてみんな無言。大丈夫です、何も心配はいりません。何も心配はいりませんって言ったって。みんな何かに捕まって飛んでる。すごい。そして足元がめっちゃ見える。わあ、浮いてるよ、こんなでかいものが。なるほど、地面に埋まってたやつがそのままガバーって。まだまだ上昇しますよ。すごいな、 R2D2 やん、あいつ。わあ、すげえでけえ。そのままやんけ、形。この世に生を受けて70年、まさか空を飛ぶことになるとは。すごい、影が点滅しとった。それではグランストーに進路を取りますよ。しっかり捕まってください。やった。動いた動いた。お大臣のことは聞いてたけど、こんなにすごいとは思わなかったね。それはどうもありがとう。古代人の末裔やな、古代メダロ人よ。わ、飛んだ飛んだ、すげえ。わほう、やつはゼオン。そうか、ボーイはこの島に向かっておく。はい、古代人の船を使って今しばらくで南東の岬に差し掛かることでしょう。それは楽しい。我が力を取り戻せず、どんな代償もいとわぬ。ゼオン絶対こんな声じゃなかったけど、まあ完全体になったからな。そりゃ声変わりもするやろう。ゼオン様のお言葉ながら、奴らは思ったより手ごわい。ここはこのゲシュプにお任せいただけませぬか。どうするつもりだ。奴らをここに近づけるのはどうも気が進みませぬ。その前に片付けてもよろしゅうございますな。お前の好きにするがよいわ。ありがとうございます。そこでお願いなのですが、オッドアイ様をお使わしください。オッドアイはボルカノン戦より力を回復していない。あいつを行かせてはならぬ。その代わりレッドバロンを差し向けることにしようぞ。レッドバロンってバイク屋さんや、あのウォーズマンみたいなやつのや。そうですか、やむを得ません。レッドバロンは2軍なんやな。所詮 250cc か。やつらも岬に近づいて、それでは行くがいい。それでは早速ごめん。なんで最後忍びみたいになった。オッドラ君じゃん、絶対オッドラ君でしょ。ゲシュプのやつね、全ての実権を握りたいと見える。おお、すごい、剣士になってる。闇の剣士や。おお、オッドアイ、お主にもそう見えるか。オッドアイ、オッドラはっ。いやいやいや、はい、間違いないでしょう。しかしゲシュプの力でボーイたちの進軍を止められましょうか。無理無理、やめとけゲシュプ。ボーイたちがまた成長するぞ、経験値になってな。
下宿では無理だというのか。そうは申しませぬが、ボーイは不思議なやつ。せやで、やつの力を侮るとひどい目を見ましょうな。まあよい、どしろにすよ、楽しませてくれそうだな。はあ、急げ、ナスパーシップ、ナスパこの岬を横切る前に準備を整えるのだ。知らんやつがいっぱいおる。プリズムフラワーの準備はどうだ。あれか、あの気持ち悪いやつか。順調に進んでおります。そうか、ならばよい。やってこい、グランシール軍、プリズムフラワーの餌食にしてくれるぞ。なんやほえ。ご覧なさい、グランス島が見えてきましたよ。あ、本当だ、なんだかむしゃぶるいがしてきた。やっと帰れるのか、故郷へ。おー、まさしくグランス島だ。とうとう戻ってきたのじゃな。長かったね、もうそろそろ半年以上かかってるわ。ナスカーシップだ、ナスカーシップが近づいてきた。全員撃ち方よーい。危ないよ。こんなのどかな曲やけどさ、今地上の方で何かが光ったぞ。あれは一体何じゃ。滅びの光よ。何かが光った？僕には見えませんよ。アストラル様はお年ですからね。年取ったら光に敏感になるのかい？何を言ってるか。ピーターめ、大人をからかいよって、だんだん生意気になりおる。フェニックス様やからな。そしてこの曲である。よし、今だ。撃て、撃ち落とせ。ソーラレイシステム発動。あ、思ったより細い。これやばいんじゃないの。本当じゃ、本当に光った。でも僕には何も見えませんでした。前を見ろみんな。これは怪しいぞ、嫌な予感がするのだが。アストラル様ボーイ、地上から何かがやってきます。あれは、あれはプリズムフラワーだ。何、地上から何が。わあ、直撃だ。わあ、何が起こったの。今の光は何。地上からの攻撃です。恐ろしいビームのおかげで操縦不能、火事が効きません。一撃だぜ、すげえ威力だ。ダメです、今の攻撃で動力をやられました。このままだと墜落します。おい、墜落するだと。そうか、これがゲシップの罠だ。正々堂々正面から飛んでくからや。このままじゃ全員一巻の終わりだよ。アストラル様、なんかいい方法はないの。バッカスよ、墜落する前にあの岬に着陸じゃ。不時着だ。できるかな。やってくれバッカス。もう君しか頼れないんだ。わかりました、とにかくやってみます。捕まっててくださいよ、みんな捕まって。捕まれって。どうやって着地するやろ。ペターン行ったら、うわー、地上絵になったやん。いってて、バッカス、ずいぶん荒い操縦だったね。しょうがないやろ、動力が。でもみんなどこにも捕まってないが。あれ、アストラル様はどうしたんだろう。息をしているのか。あ、アストラル様。動いてる？大丈夫？アストラル様、アストラル様。ボーイ、アストラル様が大変だ。ヒーラーを呼んでこい、ヒーラーを。ヒーラーを呼べって。ちょっと待ってくれ、ヒーラーを。ボーイ、アストラル様が大変だ。少しばかり無茶をしすぎてしまったようですね。いやでもそれなかったらね、死んでたからね。なんもないのかな。しょうがねえ。生きてた。なんとかグランス島に降り立つことができたか。そうじゃボーイよ、ゲシップの罠じゃったな。急いで船を降りねばいかん。何をしてよりさ、ナスカーシップから急いで降りるんじゃ。わしは先に行っとるぞ。めちゃめちゃ元気やんけ。よかったよかった。ゲシップがやってくるまでに戦に備えないといけないね。みんな大丈夫？うわぁ、散ってるわ。捕まってないから。これみんなかな。ここは地獄？それとも？違うで。グランストーや。開いてて、あ、お、王子様。あははは、いろいろ言うや。あ、ファルコンだけかい？人によってみんな同じこと言うてるわ。
お前はシートベルトをつけとかんからよ。じゃあ、しょうがない行くか。脱出。どうだ？なんとももったいない。コダンの悲惨が一つ消えた。もったいないが仕方ない。さあ、ボーイよ。目指すはアークバレーじゃ。オッドアイか。戦いたくないな。オッドラ君だもんな。ほんで行くとこないのかな。もう入れないの。入れないわ。ダメだわ。あ、お、お、お、待て待て待て。なんかあるぞ、なんかあるぞ。What's？ 建物、おっと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 、何してる。すごい。昇竜拳、昇竜拳、話しかけられないわ。昇竜拳の人話しかけられない。すごい、空中で静止している。すごい。下に入っちゃったら空中で止まらざるを得ないんだ。かわいそうに。どこで何が起ころうとも心を動かしはしない。それが無我の境地なり。せや。せいせいせいやや。我らマスターモンクは仏門にこの身を捧げている。荒法師の一門だ。荒法師。極限に体を鍛えて、また少し神に近づくのだ。マスターモンクのイメージね、前回のゴング君のせいであんまり良くないんだよね。我らの背後に回るな。一つ間違えば人を殺めるほどこの身は狂気と化すだろう。馬か。完全に馬やんけ。ちょっと何も言わんやん。この人たち話せないんでしょ、どうせ。話せないもん。ちょっと待て。敵じゃん。お主たちはどこなのかな。私はその昔、神父を務めていたことだ。お困りなら助けて死んぜよう。ああ、普通に仕事をしてくれる。なんかあんのかな。壺だ。やった、勇気のりゴー。別名不思議の雨。2階に上がるよ。何かあんのかな。すごい。みんな布団で寝るタイプだ。何もないんでしょ、どうせ。何のために2階作った。この布団のグラフィックを見せるためだけに。なんとここ以外じゃ使われてないでしょ、多分。すごいな。そんだけ？え、ここそんだけ？勇気のリンゴのためだけ？井戸。すごく深い井戸だ。え、ほんまに？こっち行ける。出たわ。上目指すか。とにかく上を目指そう。左には行っちゃいけない。まあ、入れたりする？しないね。ま、誰だ。そっちこそ誰。おお、神聖な修行の場に何の用でやってまいられた。すいません。うわ、めっちゃ近づいてるよ。どうしたん、アストラル。お前たちには目の毒じゃ。さっさと戻るとしよう。なんやなんや、すごいオスやん。お待ちなさい。そこのご老人はアストラル様でありませんか。お、さすが有名人。なんじゃと。私が知っているお主は一体誰じゃ。もうアストラルのやりすぎで喉が痛いんだよ。私、お忘れですか。え、どなたでしたかな。アストラル様の弟子をして僧侶としてガラムに行ったシーラをお忘れかしら。女子シーラじゃと。シーラはあんたのように魅力的ではなかったぞ。最低だな、お前。うふふ、ガラムに行ってから随分経ちますからね。だったらこれならいかが。アストラル様がドラゴンと戦ってあばらにひびが入った事件は実は私のお尻を触って弟子のシーラにサマーソルトキックを受けてできた怪我じゃった。やっぱただのスケベジジイじゃないか。カミーラの時もやっぱスケベジジイだったんだな。それを知っているとは間違いなくシーラだ。綺麗になって嬉しいぞ。幼女の尻を触ったんか。アストラル様も相変わらずエッチでいらっしゃいますこと。ここでは面目ない。アストラル様って昔からそんな風だったんですね。やかましいわい。お前はダートレイ。あんたはダートレイ。おお。今時の若い者は口が悪くていかん。違う。全部お前のせいじゃ。しかしそれにしても僧侶のお前がなんでこんなところにいる。恋人を殺したガラム軍隊長、レッドバロンを倒すためですわ。レッドバロン、なんなんそのレッドバロンって。
絶対バイク屋やもんな。結婚するからと確か手紙をもらったが、そんなことがあったのか。アストラル様こそどうしてグランストに戻られました？悪魔王ゼオンを今一度封印するためじゃ。せやで。悪魔王ゼオンですか？何も知らんのかい。よくお聞きしいらや。カンナの全ての悲劇はみんなゼオンから始まったこと。しかもこのまま放っておけば世界の破滅になりかねんでな。我々がやってきたのじゃ。それじゃあ私の恋人死に追いやったレッドバロンはゼオンの手下じゃろうな。仲間になるフラグかい。えい。なんだ。あちょー。わー裸よ。すごい。思ったより凛々しい。アストラル様お願いです。そのゼオン討伐の遠征に私も連れて行ってください。文句ですって？お前がそれを望むのなら断る理由は何もないが、今の技は何じゃ。昔からパイ一族に行った。なんやパン一みたいな。おっぱいでいいな。自らの体を武器にする技。しかしお前は僧侶のはず。今は僧侶の職を捨てマスターモンクの奥義を目指し修行に励んでおります。すごいやん。もう噂には聞いてやったが、マスターモンクは得したか。やったぜ。仲間になったマスターモンクのシーラー。やったね。これで回復役が一人。なんかすごいお姉さんが仲間に加わったな。アイリン思い出すね。この岬の西の方はガラム兵がうろついてます。注意して参りましょう。左行ったら敵だ。おわー来た。おや一列に並べ、一列に。それ壁すり抜けるやつやろお前、その立ち位置は。ほんで来た。気合いのったま。命中75。来たぜ、ついにサラちゃんが気合いの弾を使ってマスターモンクに。このためにね、俺は最初からやり直していたんだよ。やったぜ。一瞬でうちのサラちゃんはマスターモンクの奥義を得得したぜ。これでシーラと肩を並べることができる。